でかさ伝わった、伝わったでしょ、これで。どうも島です。本日もお得な定食をお腹いっぱい食べようのコーナーです。ということで、今日行くのは大阪府政駅近くの小柄屋さん。ここに唐揚げのボリュームのある定食があるらしいから、早速調査に行きたいと思います。で、行きましょう。はい、ということで到着いたしました。発見しました、この黒門唐揚げ定食。唐揚げが 700g でお味噌汁ついて1200円。これボリュームがあるらしいから、これを頼みます。オプションやりまくったら1450円になったすっごいの来たねということで、これが黒門唐揚げ定食。まあ、ご飯は大盛りにしたらこんな感じで、何より唐揚げがすごい。これ 700g あるらしい。大ボリュームやね。そうやねん、そうやねん。だからこれでもうデカ盛りやから。ほんでマヨネーズのこのタワー最高やなこれに、ね、ちょっとあっさりとしたい時のミニうどん、ほうほうほう、で小鉢もついて、でオプションの食前酒ということで。いや、これもついてるんかと思うやん。これはついてないこれはついてない、オプション言いましたではいただきます。まずはお疲れ様です。乾杯。じゃあ早速唐揚げからガッツきたいと思います。めっちゃでかいねんけどこれちょっと待って、持たれへんってこれこんな感じ、でかっ。しかも超カリカリ系。あ、そんな感じやね。うん、これはね、すごい食べ応えよ。レモンとか掘ったらめっちゃ美味しいと思う。ほう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 、うん、場所によってね、絶対味が違うわ。ご飯の上に乗ってた。でかさ伝わった、伝わったでしょ、これでね、ご飯の上に乗っけたら乗らんやん。そうやね、すごいことなってるでしょ。ご飯おそらくな、この台でも 300g ぐらい、おそらく。ほう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 、いや、300、もうちょっとあるか、400か、そんぐらいや。うん、このお茶碗やったらね。うん、唐揚げ 700g って、これ唐揚げほんまに多いもうなんかワイルドに鶏そのまま食ってる感じやもん。おおおおおおあ、ここめっちゃ美味しい場所だ。うどんいただこう。うどんがなんか有名らしいからね。あ、めっちゃカツオだし、うまっ。うん、大阪うどんって昼飯の定食と一緒に食べるとめっちゃ美味しい。あ、さぬきとかってこうさぬきがメインや、うんうんうん、けどこれはご飯のおかずみたいな。あー、そういうことか。うん、うまいほんまにうまい。唐揚げとマヨネーズ最高やな、やっぱり。うん、うん、じゃあこれボリュームすごいね。うまいやな。うん、でもなんか今はどうか知らんけど、一時期流行ってる居酒屋飯って。うんうんうん、知らん。居酒屋で当てを頼んでこのご飯を食うみたいなのが流行ってた。おうおうおう、あ、そうなん。うん、こんなんもう家帰って晩酌せんでいいタイプや。晩酌をしに行くんじゃなくて、うん、お酒を飲みに行くんじゃなくて、うん、ご飯を食べに居酒屋に行くっていうのがちょっと前に流行ってた。うん、知らなんだ。だって居酒屋のあてって全部ご飯に合うよ。そうやね。うん、単純に言う。だから自分の好きなおかずで、うんうん、その日のメニューを組み立てるっていう。おお、そういうことか。うんうん、ここの定食って潔いよね。あのよくさ、唐揚げとかやったらさ、こうあってキャベツがドーンみたいな感じやん。あ、そうやね、後ろにね。うん、これキャベツがね、めっちゃ少ないね潔がいいマヨネーズで隠れてるの分からんかった。あんの。あんねん、あんねん、ちょっとだけあんねん
先がいいなって、こういうの好きやわ。まあ、ここの唐揚げ音がいいね。うん。カリカリ系唐揚げ。うんうん。まあ僕カリカリも好きよ。しっとり系も大好き。ほうほうほう。チーズの油が回った唐揚げも大好き。おお。わかるわかるわかる。鶏に恋してるわ。チキンに恋して、うん、なんかそんなことありそうやな。あるかもしれへんな。え、ね、ちなみに坊ちゃんはここの唐揚げは、うん、多分プライベートで来たら、すいませんナイフもらえますって言って切ると思う。あ、歯がな、うん、そ、でもそこ美味しいよね。うん、分かる。ほんまカリカリ系やわ。キャベツと一緒にマヨネーズめっちゃついたやつをこう唐揚げに乗っけて食べても美味しいと思う。うんうん、全部落ちたけど。うん。もう口の中は腐食するね。どうしても。衣で。うん。毎日。早食いしたらやばそう。口の中が口の中が鍛えられて粘膜強なのかもしれない。何でも食えるようになるかもしれない衣にやられて喋れてないやん。そうやね。しゃっくり出てきた。たまにあのポケモンがおるんかなんか知らんけど、だいぶあの侵入されるけど。マジでマジでマジで。なんかポケモンのポケモンが多分結構おん。柴田の家近所に。そうそうそう、近所っていうかその僕のこの玄関の方。おうほ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 う。結構ポケモン取ってる。おうおう。だいぶ入っ、おだいぶグイグイ攻めて入ってくるなみたいな。ほんまに。おおた、ポケモンのボス。何？ほら顔面でかい。ポケモンのボス。ボスじゃない。明らかにポケモンの中でもこういう系は弱いやつや。雑魚の方や。隠れ。覚醒していくでしょ、あれ。進化していくから。うん。進化してこれやったらどうする？やばいな。芝はニキビ跡が進化してクレーターになりました。やばい、やばい、やばい、やばい。それ最終形？クレーター。うん。ブツブツになりました。ニキビを通り越して吹き出物に進化しました。やめとけ。なあ。それ見に来とんね、近所の人。リアルポケモン、リアルポケモン。やめて。だからね、猫がね、いつもねトイレしていくね。お、あれがちょっとやめてほしいな。ノラやったら仕方ないんちゃうの、うん、あれなんとかならへんかな。いつもなんでペット飼ってないのに僕こんな糞尿掃除してんねやろ。うん、ということで本日もありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございました。ごちそうさまです。ということで、みんなぜひとも唐揚げめっちゃ美味しいから食べに行ってみてください。ボリュームはすごいです。はい、ということで本日もありがとうございました。